グルテクカレーです。カレーを美味しくさせるグルテクじゃなくて、野菜嫌いな子供さんとか大人も食べれるグルテクを紹介しようかなと。ピーマン、今日この後実はゲスト呼んでて、そのゲストが一番嫌いな食べ物はこれです。セロリ大嫌い。入れます、全部入れます、全部入れます、食べさせます。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。もうすぐミキサーできるようにちっちゃく切っとくな。本日のゲストは嫌いなピーマン、これももうほぼほぼ全部使ってきますよ。っていうかこれ全部入んねえな。いいね。いやもうこんな、これがカレーになるとは思えない。とりあえず一回ミキサーするね。量が多すぎて全然ミキシングされない。ちょっと水を入れよう。どんぐらい入れたか覚えておかないとな。来た来た来たい。ちょっとスプーンを。うわ。子供がね嫌いな食べ物セロリ。いや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 。玉ねぎもいっちゃおっか。本当は炒めた方が香り出るし美味しいんだけど、甘くなるんだけどね。ちょっと今日時間ないんだよ。これだったら本当にお母さんお父さん見てて、自分の子供がこう野菜嫌いだったら、うん、もうカレーにしちゃえば基本的に全部食えるから。でも言わなければもう分かんない。あのね、匂いがねマジで消えるから。あーいいねー、玉ねぎいってるわ。丸々1個入ってますからね。この野菜ペーストは万能ですよ。トマト系のスープとかに入れても多分すげえ美味しい。ちょっと今日煮込む時間少ないんで、本当はジャガイモ大きい方が美味しいんだけど、ちょっとちっちゃく切るね。ひき肉です。普通のお肉だと匂いがないでしょ。ひき肉の方が匂いきつくないですか。まあこの匂いで消そうと。油も出るし、うん、これは俺んじゃねえもん。だって岩谷さんありがとうございます。入ってねんかい。ほんでそのガスは どこのですか。岩谷さんです。専用です。真冬ですよ今。真冬にさ屋上でカレー作るってさ、炊き出しじゃないんだから。それは肉と玉ねぎ炒めてがいいんだよ。それは身を消えるポイント。はい、チューブニンニク、これもう半分くらいで大丈夫。全然大丈夫で、リンゴジュース。リンゴは結構消臭効果あるんですよ。これグルテク。もうこのリンゴジュース、これ250かな、ちっちゃいあのやつ。やらかしてた。基本的に元山はずっとやらかしてるよ。今日もお前米炊けるって言ったら多分炊けますって。米ぐらい多分とか言わないで自信持って炊けますって言ってほしいよ。すいません。すいませんってなんだよ。元山炊けるにするぞ。ちょっとかっこいいじゃない。グルテク。コクマロカレーね。まあちょっと1リットルできちゃったんで全部は使えないですけど。野菜の香りがすごいですね。そうよ。ちょっとマスクしてるからちょっと。うわちょっと待って。すげえパイスなんですけど、ジョイは。セロリが強いですね。そう、セロリがちょっと強いんだよ。でもね、これも消えますから。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。これはポイントね。生クリーム。これは何すか。コクが出るから。あ、でもカレーの匂いになった。なったでしょ。おいにですか。おいに。いや全然このね、こういうカレーイタリアンとかで作る人いるのよ。水じゃなくてニンニクをこれチューブ1本入れて、牛乳を水代わりに使ってやるっていうやり方があるんだよ。子供が好きなカレーだわこれは。甘くて。だって今日はそれでしょ、趣旨は子供が食べられる。そうですね。うん、うまっ。あーもう見た目はもう完全に。うわすごい。カレー香りはやっぱり野菜の香りするわ。すぐマスクしてでもするから。野菜の香りじゃないか、これは。え野菜の香りじゃないんだよ。なんだカレーだよこれ。分かってます。問題は味ですから。問題は味だからね。香りは何も問題ねえっつってんだろ。問題は味ですからねじゃねえんだよ。そもそもだけどさ、グルテクだっつってさ、俺スタートしてんのにさ、なんで俺がこんな信用されないの。美味しくできるっつってんじゃん。
野菜嫌いでも食えるっつってんのに一度ぐらいは信用してみ、全力で信用はしてますよ。うん、ただ信頼のまだ違いますよね。勝ち取ってないの俺まだ。ピーマンは全くないですね。あないよ。セロリもないだろ。キュウリ強くない。キュウリが強い。強くないよ。そういうマインドコントロールすんじゃねえ。そうそういるからね。あいつ子供だろ。子供も食べられる野菜嫌いの人が食べれるカレーを作ろうだから。これ大人用にするんだったらもっとスパイスいっぱい入れてもいいですよ。ローリエとか入れてもいいし。まい。だいぶ子供寄りになってるから、じゃあ鶏ガラスープの素入れるわ。グルテク。大さじ1と小さじ1ぐらい。グルテク。ありがとうございます。ありがとうございます。俳優の中脇さんです。よろしくお願いします。いやいや何してるんですか。ありがとうございます。寒い寒い寒い。ありがとうございます。ゆうたくん寒いですよ。元気ですか。ダメですよ、向かい結構うるさいって言います。そうそう、詳しい詳しいね、さすがホリプロ長いね。いいね。あ、まあ、改めまして俳優の中脇くんです。よろしくお願いします。ゆうたくんの YouTube ちょっと座っていただいてもよろしいですか。中尾くんあれでしたよね。あ、まあちょっと座ってください。はい。嫌いな食べ物何でしたっけ。え、ピーマン。ピーマンですよね。はい。そのピーマン、はい、美味しく食べる方法あります。ありがとうございます。美味しく食べる方法あります。それってはい僕が、うん、ゆうたくん、僕ピーマン美味しく食べたいですみたいのがあって初めて成立。違います。あなたもう人の親になりましたよね。あ、まあそうなんですよ。それはあるんですよ。そうでしょ、はい、ってことは子供もえ、なんでパパピーマン食べないのって、はい、お前食べろとは言えないでしょ。パパ食べれないの。そうなんですよ。でしょ。だからパパも食べれる方法を考えましたから。そんなのあるんですか。あります。俺こそっともうだって奥さんの皿に乗っけますダメだよそれ。そうっつってでも嫁に怒られない。それでほらまたとか。いや、さすがにもそこは理解してくれてますけど、まあでも極力食べた方がいいんじゃないのって言われますよ。うん、まあそうだね。うん、でまあやっぱり匂い消えるって言ったらカレーなんですよ。はい。でもめっちゃカレー臭い。マグロ中が臭いっすよカレー。もう仕込んでっからずっと。なんでちょっと今日食べれるように作りましたんで持ってきてください。お願いします。なんすか、カレーにしちゃえば食えますからピーマン。カレー手震え…ちょちょダメだよこれ。カレーダメダメダメカレー。めっちゃ手震えながらあの人は。なんすか。ね、元山最近ちょっと前に出るようになってきたから。誰ですか。これちょっときついわ。無理です。いやいや食えるだろカレーにすれば。無理無理、これは無理ですって。これだってピーマンですもん。ただピーマンで。ピーマン。カレーよりピーマンの方がメインとして来ちゃってます、うん、でもほらカレーだったらピーマンに匂い消えちゃうから、こうやってこうやっていけちゃうから、こうやって。マジっすかこれ。ちょっとカレーの部分だけ食べてみて。じゃあとりあえず、あ、えらい食べた。やっぱ人の親になるとすごい、ね、うわっ無理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 。わかりました、わかりました。いや、これダメだ。わかりました。じゃあ、とりあえず一回普通のカレー食べてもらいましょう。ね、え？普通のカレーを食べてもらいます。これ。あ、最悪だ。ダメ。もう全然ダメです。元山、早くして。あ、そうだ、元山いや、全然知らないんですよ。え、ゆうたくんの手作りですか？そうだよ。ゆうたくんめっちゃ料理うまいっすよね。そうだよ、ね。うん。俺、何回も食べさせてもらってるから。そうだよね。家来てたもんね、よくね。はい。昔ね、家来てたっていうか、まあ呼び出されてた。いやいやいや違うだろ。お前があの服が欲しいとかあの靴が欲しいとか言うから、そうそうそう、じゃあ取りに来いっつって。そうっすよ。で飯も食わせてあげたりとかして。あとエッチなビデオと。ダメだよ。ダメだよ。俺の好感度落とすんじゃないエッチな、エッチなビデオいっぱい待っててあげたいただきます。めっちゃうまそう、うん、どうですか。うまい。普通おいしい。うまい、うん。やっぱゆうたくん料理うまいっすよね。いや、バクバク食べてますよカレー。バクバク食べてますよ。ちょ、待って、え、なに、なんすか。美味しい、全然全然美味しい。
実はこのカレーの中にピーマン5個以上入ってます。嘘でしょ、マジですか。はい、これがですか。はい、5個以上入ってます。ちなみにセロリも入ってます、1本丸々。俺セロリも嫌いなんです全然大丈夫です。食べれるでしょ。はい、はい、成功、ありがとうございます。グルテクグルテクグルテクありがとうございます。そう、甘さを感じるでしょ、すごく。はい、俺甘さはまあ人参とか玉ねぎもあるんだけど、もうリンゴジュースパックのこれを入れてるんですよ。あ、それは言われたら分かるかも。そうそう、だからリンゴジュース入れることによってね、匂いすごい消えるんですよ。ちなみにニンニク、チューブニンニクも1本使ってますマジですか。うん、全然感じないでしょ。 この後歯医者なんですけどもうカレーの時点でアウトだからね、ニンニクとかじゃなくてカレーの時点でアウトだから。これいいんじゃないですか。そう、世のもう子供みんな食えるでしょ、これだったら。お父さんお母さんね、子供のために、うん、ほら、今もうパパの好感度高いランキング何位でした。いい夫婦で、まあ、まあ、1位、2位。ほら、ほら、ほら、もうすごいですよ。常に上位。常に上位大先輩の俺、独身常に下の方、好感度の好感度、さらに下の方なのに、こいつがさっきエッチなビデオとかまた好感度下げるようなこと嫌がって。いいじゃないですか、エッチなビデオは。ダメでしょ、お前エッチなビデオ見てないだろ、だって今ですか。うん、見てませんよ、エッチなビデオ。歯にカレーついてるよ歯医者さんごめんねグルテク。はい、ということで検証結果成功ですね。成功です。じゃあちょっと食べていただいて。いや、いいんですよ、もう成功したからもういいんですよ。でも子供はほら、パパがこういうの頑張って食べて姿も見たいじゃん。いや、そんなシチュエーションないでしょ、これ。バリバリ食べてるお父さん、いやーって言いながら食べるっていう。いいんですよ、いいんですよ。じゃあ俺にじゃんけんで負けたらこう食べてよ。なんすか、いいじゃんけんで負けて食べて頑張ってほしい、パパに。子供見ていくから、こういうの。いい、よし、いくよ、せーの。最初はグーチョキパー。じゃ、ちょっとちゃんとしてよ。グルテクじゃんけんだよ、グルテクじゃんけん。なんすか、グルテクじゃんけんって。グルテクじゃんけんじゃんか。みんな今子供に大人気のグルテクじゃんけんじゃんか。絶対流行ってないですよ。流行ってない、めちゃめちゃ流行ってるよ今。マジですか、うん、最初はグーチョキパーじゃんけんロック。いや、ちゃんとやってよ、ちゃんとやってよ。何ずっとこうしてんだよ。最初はグーチョキパーじゃんけんロック、ウィッシュだろ。ロック一生オッケーっす。最後はウィッシュ。うん、そう。人ばかり。そうそう。ロックフェイにしようか、じゃあ。ロックフェイにしよう。うん、いくよ、はい。最初はグーチョキパー、じゃんけんロックフィー。あいこだよ、あいこ。もう一回ね。最初はグーチョキパー、じゃんけんロックフェイ。最初はグーチョキパー、じゃんけんロックフェイ。フェイだよ、最初だけでいいんじゃない。最初からやんだよ。違う、今すり込んでんの、視聴者に。流行ってんすよね。いや、めちゃめちゃ流行ってる、めちゃめちゃ流行ってるよ、グルテクじゃんけん。最初はグーチョキパーじゃんけんロックフェイ。おへへへへグルテク。おー、いいね、いいね、いい。パパ食べたよ、嫌いなもん食べたよ、グルテク。子供たちよ、こうやって大人になるんだよ。いいよ、もう食べる。いいで、チャンネルだ。じゃあ最後、カメラに向かってグルテクお願いします。せーの、グルテク。山崎裕太のグルメテクニック。グルテク。ありがとうございます。赤の時の秋吉君からも君のことは。裕太君、僕のチャンネルにも出てるってこと。出るんですか、この後。いやいや、出てくるじゃん。人を出させておいて。あ、そうなの。いや、俺先輩だからいいかな。いやいや、ダメです。ダメなの。でも偉い、やっぱね、お前お父さんになったわ。本当ですか。うん、絶対前だったら食べなかったもん、意地でも。そういうのいいっつって、無理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 、ゆうたくん食べてください、無理とか絶対言ってたもん。いや、お父さんになったなって今ちょっと俺グッときたわ。やっぱ違うんだね、人の親になるってね。そうっすね、うん、独身とは違いますよ。すみません、早めに結婚します。ちょっと嫁に言っといて、早め、誰か紹介してっつって。お前は絶対ろくな女連れてこなさそうだから嫁に言っといて、誰か紹介してっつって。早く僕のチャンネルに出てますって。あ、じゃあ、秋吉くんのチャンネルの方にもなんか出なきゃいけないんで。いや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 、まあまあまあ。よろしく、久しぶりなんですから、ちょっと、出させていただきますよ。もっとトークしたいなと思って。わかりました、はい、じゃあ出させていただきます。お願いします。いや、お願いします。はい。
山崎裕太のグルメテクニック。グルテク。グルテク。